ご協力いただきますようお願いします。これでゲートイン完了。16棟とゲートの中一度確認します。開催の3日目 TCK レースは第9競争 C1 クラスの一戦です。 1200m 16棟ゲートの中少し体勢を崩しましたか、係員が駆け寄りまして今確認中です。人気は5番のオリジネーター。今日は休み明け2戦目となります。休みを挟んで8連勝中、そのオリジネーターですが一旦横側レオ騎手下馬しましてゲート後方に馬が出されました。圧倒的な支持を集めている5番のオリジネーターです。大きな連勝中、人気の方は続いて少し離れましたが14番のアースブラウン、これが2番人気。オリジネーターは一旦鞍が外されました。スタートは台から降ります。しばらくお待ちください。大井競馬第9競争についてお知らせいたします。この競争の5番オリジネーターは ゲートの中で暴れたためただいまより馬体の検査を行います。結果は分かり次第お知らせいたします。しばらくお待ちください。についてお知らせいたします。この競争の5番オリジネーターは検査の結果騎手馬ともに異常ありませんのでそのまま出走いたします。ご了承ください。TCK 今日は朝から曇り空の下レースが行われています。なかなか期待したほどはその雲も晴れてきません。上がったかという雨も時折細かい冷たい雨がまた落ちてくるという時間帯もあります。馬場コンディションの発表1レースから寮でレースが行われています。今日のメインレースは重賞第11レースに行われます。東京 MX 賞第11回富士のウェーブ記念 S3 1400m 16頭で争われます。発走予定時刻は4時10分。この富士のウェーブ記念をメインに全12レース。レースは第9競争 C1 クラス 1200m 戦16頭。出走馬は
リッキー、カオレレ、スマートフレイ、サツキブライド、オリジネーター、モスコミュール、ヘッドスタート、フォルノーバ、フローラルストラス、アレグロ、ギオンミスゴールド、フロリアード、コスモフリーザー、アースブラウン、クールアオイ、ラブグラー、以上16頭。人気は圧倒的5番のオリジネーター。デビュー2戦敗れましたが、その後は8連勝。現在その連勝8まで伸ばしまして、今日9連勝を狙います。6月の競馬の後一旦休みましたが、今年2月、今月の7日に復帰戦、これも白星で飾りまして、通算8連勝としています。オリジネーターが圧倒的人気の中心。枠入り進みまして、もう一頭の人気馬14番アースブラウン、誘導されます。こちらは金2走3着、惜しい競馬が続きました。ゲート進みまして人気の5番オリジネーター、これが16投目の枠入りとなります。誘導されまして5番ゲートオリジネーターも収まります。ゲートイン完了、スタートしました。まずは押して8番フォルノーバ出てきます。内からは2番のカオレレ、外からは14番アースブラウン、16番ラブグラー、横に並んで先行体制です。その後ろに3番スマートフレイ、4番サツキブライド、それから中段に6番のモスコミュール、その後ろ外目に12番のフロリアード、外上がっていく15番のクールアオイ、内には1番リッキー、このグループに9番フローラルストラス、少し離れまして13番のコスモフリーザー、さらに離れまして11番ギオンミスゴールド、7番のヘッドスタート、それから10番のアレグロです。5番のオリジネーターは向こう上面3コーナー手前で立ち止まっています。3、4コーナー中ほど、先頭は16番のラブグラー、リードは体半分です。2番手外から上がってくる14番のアースブラウン、2頭の間に8番のフォルノーバが続いて4コーナーから直線、高速勢も差を詰めています。横に広がった争い、今度は14番アースブラウンが前を伺いますが、この外から3番スマートフレイが伸びてきた。スマートフレイ、アースブラウン、2頭の争いの内から2番のカオレレが接近です。あとは横に広がって6番のモスコミュール、さらにこのグループに加わる13番のコスモフリーザ、前2頭の争い、3番スマートフレイ、14番アースブラウン、わずかにスマートフレイゴールイン。3番、1万1380円。
14番、2番、14万780円以上でございます。